メッサー・シュミット・ミー262メッサー・シュミット・ミー262メッサー・シュミット・ミー262第2次世界大戦末期のドイツ空軍ジェット戦闘機爆撃機。愛称はシュバルベ、シュウォルバ、ドイツ語でツバメのイ。世界初の実戦配備及び実戦を行ったジェット機である。ジェット戦闘機の開発は 開戦前の1938年から始まっていたが実用化は終戦直前となった。1939年にはハインケル社がジェット機の初飛行成功、本機に先んじてターボジェットエンジンの製作 BMW 社及びユンカース社で始まっていた。1939年1月4日、航空省からメッサーシュミット社にジェット戦闘機の使用が提示された。 その使用は単発で戦闘高度で30分の対空時間を持つ戦闘機を要求しており、メッサーシミット社の技術陣は単発でレシプロ戦闘機を大きく上回る性能を得るには水力6 5 0ラムのエンジンが必要だと計算して水力3 1 5ラム程度のエンジンを2機装備した双発機の機体の方が10は軽く生産も容易であることから 1939年6月7日、メッサーシミット社は、総発機仕様の P1065 の設計案を航空省に提出した。これは、全幅9.240メートル、全長9.30メートルと m 2 6 0により一回り、小さく、主翼は直線翼を中翼配置とし、エンジンを主翼の半ばに主ゲタを貫通する形で装備し、着陸装置はオリン式で、 主脚は主翼に取り付けて内側に引き込み胴体で主輪を約50度ひねって収納する案であり、それに先立つ研究案では主翼は直線翼を低翼配置とし、エンジン配置を主翼の半ばの主桁を貫通する形で装備し、着陸装置はオリン式で主脚は主翼に取り付けて内側に左右に互い違いに引き込み主輪を 胴体下部で収納する案であったが気候が複雑で構造的にも問題があった。その後、胴体は胴体下部の幅を広げて三角形に近い顔面とし、主翼を低翼配置として着陸装置の主脚を内側に引き込み胴体内に収納する方式となり、これに加えてエンジンの配置を主翼下部に変して、主翼の外翼部に18.5度の交代角をつける変更をしている。 これは、装備を予定していた BMW エンジンが、開発中に次第に大型化し重量が増加して、主翼の中ばの主桁を貫通する形で装備すると、主翼の構造重量が増し、そのエンジンなせると胴体に挟まれた主翼の内翼部、エンジンと胴体の間の部分の空気流に干渉する、恐れがあるのと、そのまま装備すると、機体の重心を大きく狂わす結果になり、 主翼外翼部に後退角をつけることで主翼の空力中心を移動させ機体の重心と釣り合わせることにしたためであり臨界マッハ数を上げる後退翼の効果の認識をもっての設計変更ではない。また主翼仮面にエンジンを取り付けることで将来のエンジンの寸法が変わりそのエンジンを装備することになっても対応しやすい利点もあった。 エンジンの大型化と水力の増加が進んだため、機体は大型化しており、これにより、武装は 20mm 機関砲3門から 30mm 機関砲4門に変更となり、燃料搭載量も増加して、対空時間も30分か1時間へと増しており、先行していたハインケルの HE280 を抑えて空軍に採用される要因の一となった。 1940年3月1日、航空省は3機の原型機を製作させる方針を決め、1940年5月15日に提出された設計案を承認して、原型機の製作が開始されたが、装備されるはずの BMW-003 エンジンの試作は遅れ遅れ、目標とする水力は7 0 0ラムとしていたが、1940年8月の 最初の試運転では 150kg しか出せず、その後の解説計で1941年の夏には約 450kg まで水力が増して、BF110 戦闘機をテストベッドとして用して空中テストが開始されたが、まだまだ問題が多かった。m 2 6 2の原型号機である m 2 6 2 1は完成していたが、b m w 0 3エンジンは、 蒸気の理由で到着せず、仕方なく、機種に2枚プロペラとそれを駆動する倒立、V 型の液冷式の u モ二2 1 0 g レシプロエンジを装備して、基本的な飛行特性をテストすることになり、1941年4月18日に、初飛行した。水平最大速度は、時速 420km であったが、操縦特性は良好であり、1940年11月には、 ようやく BMW-003 エンジンが到着し、主翼の翼下に装備して、1942年3月25日に、ジェットエンジンを使用しての初飛行を行ったが、離陸して、高度50メートル程度で、左側のエンジンが停止し、続いて、右側のエンジンが停止してしまい、機種の u モ2 1 0 g レシプロエンジンを始動させて、プロペラだけで飛行して、無事に着陸した。 原因は、エンジンの圧縮機、コンプレッサーのブレードが破損して停止したことであり、再設計が必要と判断されたため、計画はさらに遅れる結果となったが、1942年12月に、BMW-003 よりも、保守的な設計で1941年8月には、水力 600kg まで記録していた、ユンカースのユモ -004 エンジンを代替として、使用することが決まり、 Mi 262の原型3号機である Mi 262V32U も 004A-0 が装備され1942年7月18日にジェットエンジンだけの飛行に成功し Mi 262の原型2号機である Mi 262V22U も 004A-0 が装備され1942年10月1日に初飛行している その後の飛行により、機体がバンクを取ると、主翼の内翼部の気流が剥がれることが分かり、外翼部に付けられていた後体角を内翼部にもつけて、この部分の主翼の翼延長、主翼の長さを拡大すとともに、翼圧を増し、外翼部の前縁に取り付けられていた前縁スラットを内翼部にも取り付けることで解決しており、その結果、主翼の揚力が30%増す結果となった。 また、前円スラットは着陸速度を下げるのに役に立っていた。ジェットエンジンからのジェット排気が滑走路を舐めてしまうほか、離陸時に離陸滑走を開始しても水平尾翼が主翼の影に入って昇降打が効かないことがわかり、速度が時速 190km に達した時点で主脚のブレーキを踏み込めば瞬時的に尾翼が持ち上がり、昇降打が効くようになり、 その時に離陸操作すれば良いと技術者が示唆していたが、これは誰も真似できるわけでもなく、空軍のレヒリンテストセンターから来た空軍のパイロットが、メッサーシュミットのテストパイロットからコツを教わって離陸しようとしたが、3回失敗した後、滑走路から飛び出して、主脚とエンジンがもぎ取られる事故を起こしており、百六十二 v 号から着陸装置をリン式から 前輪式に変更することで解決している。オリン式への個室は、前輪式がアングロアメリカの発明品であるからという、ナチ的イデオロギーに由来していた。1943年に試作4号機が空軍首脳部に披露され、同年5月22日にアドルフ・ガーランド少将、当時がミー 262V4 に試乗した。ガーランドは、 天使が後押ししているようだと絶賛して、レシプロ機からの転換を延命した。さらに、ジュモ 004B-0 搭載の前輪式、膠着装置を油圧引っ込め式に改良した試作6号キミー 262V6 が、7月25日に、航空省、ヘルマンゲーリング国家元帥とエアハルトミヒ、空軍元帥の前で、デモンストレーション飛行を行った。 1943年11月26日、インスターブルク航空センターで、地上展示された E262V6 を見たアドルフ・ヒトラーは、ゲーリングに対し爆弾の搭載が可能かどうか、質問した。ゲーリングは、理論的に可能と回答した。回答は事前に、メッサー・シュミット博士に打診し用意された。ヒトラーは、電撃爆撃機が誕生した。 と宣言して、百2 6 2を高速爆撃機として生産するよう命じた。これは、百2 6 2の高高度での優位性を無視した、指令であった。連合国軍の大規模爆撃がドイツ各地に被害を与え、ヒトラーはそれらへの報復とヨーロッパ大陸への侵攻に備え集結していた、連合軍への攻撃を考えていた。当時、世界の戦闘機の主任無用とは、 空対空戦闘から地滑り的に戦術支援への転移を生じており、ヒトラーはこの動向を認識していたという考察も存在する。ゲーリングの回答は、機種全体の開発計画推進を目的としたものだったが、戦闘機としての実戦投入を遅滞させる結果となった。本機は、機種仮面に一トンまでの平蔵外部に搭載可能であったが、これにより、離陸距離が 大幅に伸び、機体の重心位置が移動する問題があった。テストで 500kg 爆弾2個を騎士仮面を搭載して投下した際には、投下後に大きな騎士上げモーメントが発生して、騎士が約50度も上がり、投下するには、後部の燃料タンクの燃料を使い切り重心を調べする必要があった。そのため、爆撃任務は極めて危険な任務となり、実戦ではその防止のため、 250kg 爆弾を2発しか搭載できず爆撃照準機も装備していないため爆撃機としては不満足なものであった。ミイ262の戦闘爆撃機型である A-2R 型は1944年8月末に北フランスにおいて作戦を開始しその後アルデンヌ構成にも参戦したが満足な戦果を上げていない。だが 戦闘爆撃機型は戦闘爆撃機部隊により敗戦まで細々と続けられた。ガーランドはジェット機開発計画の初期段階である1942年春の会議では E-262 を戦闘機とするか爆撃機とするか一面的に開発を進めるべきではないと発言しメッサーシミット博士も同意見であったという。ガーランドは E-262 を 本土防空用戦闘機と位置づけて編成を進めていた。ヒトラーは爆撃型の生産に支障がない範囲での戦闘機型のテストを許して1943年12月にガーランドにより Z 戦闘機の戦術を開発する目的の実験部隊の編成を命令した。これにより m 4 1 0を装備してドイツ本土を爆撃する。 p-17 などの4発爆撃機の迎撃夜間の A 本土爆撃を任務としていた第51爆撃航空団 KG51 の第1飛行隊を起死転換して第3中隊の選抜パイロットが実験部隊で訓練を受けることになり実験部隊の指揮官にはボルフガング春区少佐が任命され実験部隊は春区実験隊 または E-51 特別文献隊と呼ばれた。1944年6月6日の連合軍のノルマンディ上陸作戦が始まった時に、実験部隊の訓練はまだ未完状態であり、12名のパイロットが各自に4時間程度の訓練を受けて、作戦可能とし、7月20日に9機がフランスの車頭団に進出したが、その後の連合軍の進行が早く、エタンプ、クレー、 ジュビンクールと基地を移動しながら撤退していき、8月にはベルギーのアティージュープル、オランダのフォルケル、アイントホーフェンに基地を移動、9月にはドイツ本土に帰還するありさまで、ジュビンクールでセーヌ川沿いなどを目標に散発的な出撃を試みたものの、機密保持の理由で高度4000メートル以下での攻撃禁止と爆撃標準機なしでの攻撃のため、効果はなかった。 7月26日には、A 空軍モスキートを撃墜して、ジェット戦闘機初戦火を記録しているが、実際は、モキートの側面扉が風圧で破壊され、飛んでいったものを、ミイ262のパイロットが誤認しただけであった。8月28日には、米軍の2機の P-47 に追われて、胴体着陸して発撃墜されている。その後、実験部隊は、ドイツ本土に帰還後に、 解体されて、KG51 の第一飛行隊に併合されることになり、KG51 の第一飛行隊と第二飛行隊は、E262 に、機種転換して、第一飛行隊は、来年第二飛行隊は、ヘゼペに展開するとともに、KG51 の指令には中佐に進級した、春区が就任して、9月下旬から、ベルギー・オランダにある A 空軍基地、カナダ空軍基地や、 地上体に攻撃を開始している。ヒトラーは戦闘機型のみ生産されていることを見る日の報告から知って激怒し、1944年5月23日の会議で E262 を戦闘機と呼ぶことを禁じ、爆撃型のみ生産させた。ただし1944年6月の会議の機では、それはジェット爆撃機である AR234 の 生産が軌道に乗るまでの暫定的なものとされている。しかし、米英空軍のドイツ本土爆撃がさらに激しくなり、石油施設が狙われて、石油生産やストックが落ち込み、燃料不足が深刻になり、訓練部隊は元より実戦部隊までもが出撃に、政権が加わるようになり始め、さすがのヒトラーも1944年8月30日に20機に1機の割合で、 戦闘機型の生産を認める生産許可を出した。戦闘機型の A-1R 型は1944年8月から空軍に引き渡しが開始された。9月25日には実験部隊を基本としたバルターノボトニー調査を隊長としたミイ262の実戦部隊コマンドノボトニーが編成され、9月29日には2個中隊に分かれ、 ドイツ北西部のアハマードヘゼベに展開して約30機が配備され10月から作戦を開始した。同部隊はアメリカの第8航空軍爆撃隊の護衛戦闘機の迎撃を目的としており爆撃隊の爆撃機の迎撃にはレシプロ戦闘機で対処するメロンであった。しかしエンジンの脆弱や燃料不足によるパイロットの訓練不足からの故障や事故が多く 本機の弱点である離陸時に攻撃されて、撃墜されたりしたため、飛行場、ナオエのレシプロ戦闘機体を配備するなどしたが、11月8日には、隊長であるノボトニー・少佐が、同部隊を視察に訪れた、ガーランドの眼前で撃墜され戦死してしまう。その後、同部隊は、ヒフェルトに交代させて、訓練に戻ったが、戦火は、撃墜22、 不確実4に対して配備された30機中26機を失っている。ノボトニー少佐の戦死の少し前の11月4日に、ヒトラーは全面的に戦闘機型の生産を認め、コマンドノボトニー部隊は第3戦闘航空団 JG3 と第54戦闘航空団 JG54 との間で再編され、初のミー262戦闘機航空団である大、 奈戦闘航空団 JG7 の第三飛行隊となり、ブランデンブルクに基地を移動して、作戦を開始しているが、戦死したのぼとに衣装差を忍んで部隊名をのぼとにとしている。また、連合軍の制空権下では、従来のレシプロ爆撃機では、作戦行動はほぼ不可能となったため、解体された爆撃航空団のパイロットを E262 の戦闘機体のパイロットとして、 活用すべ、爆撃航空団の再編成が始まり、11月末に、第54爆撃航空団、KG54 が、第54爆撃航空団の戦闘機部隊、KGJ54 となり、第1飛行隊が、中部ドイツのビュルツブルグに近いベルシタットを基地している。その後も、第6.2755の3つの爆撃航空団を、 m 262の戦闘機体に改変する予定であったが、1945年4月に第6爆撃航空団のみ、作戦可能となっただけであった。1944年末には m 262を夜間戦闘機として使用する飛行隊が編成され、野戦のエースであったクルトベルダー中尉を隊長としたベルダー隊敵爆撃機を 上空から爆撃する実験を担当するハルト・シュタンプ少佐を隊長としたシュタンプ隊百2 6 2にカメラを装備して偵察機として使用するヘルワルト・ブラウェク中尉を隊長としたブラウェク隊が編成された。ベルダー隊は1945年2月末に第11夜間戦闘航空団 NJG-11 の第10飛行隊に編入されたが配備された機数は 常時4機であり、タ座戦闘機型の機種に、フグ218ネプトゥーンレーダーを装備した1機 m 2 6 2 v 5 6と、同じ機種に、フグ218を装備した、複雑や艦戦闘機型の m 2 6 2バイトから、1AU1 を装備して使用していたが、後者は7機の製造に止まったため、レーダーなしのタ座ピルマ戦闘機型も併用され、 ベルリン製法のブロック基地から首都ベルリンの防空船に出撃して、出撃160回、約4 5機の撃墜を記録している。スタンプ隊は1944年12月から次元新管をつけた爆弾を、敵爆撃機変態上空から20度間降下で接近して、その爆弾を10日後に炸裂させて、敵爆撃機を撃墜する実験を開始したが、 採取者製の小準機を使用したり、次元進化を2秒と設定したりしたが、結論が出ない実験となり、1945年3月に、タイは解体されている。ブラウェクタイは、近距離偵察グループのナグロクの第2飛行中隊に、配属され、終戦まで任務についていたが、配備した機数が5から6機と少なく、本来の写真偵察型の m 2 6 2から 1A。 U3 や A-4A はさらに少なく、タンザピルマ戦闘機型が多く配備され、これを使用した偵察任務が行われている。空軍上総部との対立が激しくなったガーランドは、後に戦闘機体操艦の地位を解任されたが、対戦末期の1945年1月には、ミイ262が優先的に配備された第44戦闘団。 JV44 を編成して、その司令官とな、メッサーシミット社の故郷である、バイエルン州を中心に作戦を開始している。細かい操打をすると速度と高度を容易に失うが、低速からの加速力が低いため戦闘中に最高速度まで戻すのは不可能。主翼下部にエンジンを吊るした、走発機であるため、旋回性能は、単発レシプロ戦闘機に劣り、 ドッグファイトは禁止され一撃離脱戦法を前提とした操縦が要求された。このため当初はドイツ空軍の精鋭パイロットの未登場を許された。圧倒的な速度であるため、変態飛行も距離をとっての変態となる。速度の優位性を保つために精鋭パイロットは緩やかに旋回して狙いを定め、爆撃機の編隊を一撃離脱戦法で攻撃することで成果を上げた。 R4M が装備されてからは、護衛戦闘機の射程に入る前に速度が出ている状態に調整、爆撃機の髪型から間降下して増速しつつ、ロケットを発射、そのまま護衛機を振り切り離脱するという戦法となった。E262 の特性と存在意義を理解したパイロットは、効果や護衛機の隙間を縫って、爆撃機を選択的に攻撃し、 無傷で離脱することができた。しかし、戦争末期に配属された未熟なパイロットらは、進路選択が悪く、前方に弾幕を張られる、攻撃をやり直すため急減速し後ろに疲かれ、ドッグファイトに持ち込まれるなど、速度の優位性を発揮できずに撃墜されていった。戦争末期になると可動機も燃料も枯渇し、物量で優位に立つ連合軍の空戦力を前に、 ドイツ空軍自体が有名無実化していった。1945年3月18日、37機の E262 が1221機の爆撃機と、護衛632機の戦闘機の大変態を迎撃し、12機の爆撃機と1機の戦闘機を撃墜したが、自らも3機を失った。この戦闘の撃墜対悲撃墜比率は、およそ4対1で、これは、 ドイツ空軍が想定していた通りの比率であるが、敵側からすると、全体の1%の損害でしかなかった、故障喪失の方が多かったとされる。最終的に、ミイ262は、撃墜数が悲撃墜数を上回った、数軸国側の数少ない戦闘機の一つとなった。速度性能においては、当時の最新鋭のレシプロ機を凌駕していたが、 数多の欠点や運用上の重大リスクを抱え、実際の空戦では大きなアドバンテージを発揮できず、戦況に大きな影響を及ぼすことはなかった。第二次世界大戦後、本機はソビエト連邦やアメリカ合衆国に戦利品として持ち去られ、両国でジェットエンジン搭載戦闘機 F-86 及び SU-9 の石となった。 本機の実戦配備を主導したアドルフ・ガーランドは、戦犯として、イギリスに5年ほど収容された後、イギリス空軍の戦術教官として採用された。ミ百262の資料と図面が、ミ百163の資料と共に、日独間の連絡潜水艦便、天独潜水艦作戦で日本に送られた。ただし実際には、多くの資料が輸送中に失われた。これを参考に、 中島飛行機が海軍向けに特殊攻撃機、立花を開発し、終戦直前の1945年8月7日に、初飛行に成功した。しかし2度目の試験飛行で離陸前にオーバーランして、故障し、修理中に終戦を迎えた。なお中島飛行機は、同じくミ262を参考にして、陸軍向けの戦闘襲撃機、下流も計画していた。下流は、 完成に至らず、終戦を迎えている。ウォーウィングズ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。